支部長常任総務合同会議を開催をさせていただきます。今回のこの会議が本年最後の常任総務会になると思っております。今年1年間の活動、特に参議院選挙の決まりが大変厳しい中、中川正治参議院議員の再選に、万般のご協力をいただきましたこと、本当に心から感謝を申し上げたいと思います。来年は今日お集まりの先生方も含めまして、統一地方選挙、まさに選挙の年一色になるのではないかと考えているところでございます。民主党の方は来週からいよいよ内紛がかなり激しくなるのではないか、そんな中で、東京都においては都知事選挙もございます。万般の体制で、全ての選挙に勝利すべく頑張らせていただきたいと思っております。今日の常任総務会、先生方のご来会、また支部長の先生方のご来会に本当に心から感謝を申し述べさせていただきまして、簡単ではございますがご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは前回の都連大会